あの…それは…私がなぜレアの人気兵の研究やラケルの養護施設に投資してきたかわかるか。決して我が娘に対する溺愛ではない。人類の未来に奉仕すること、それがノブレス・オブリージュ、止める者の義務だからだ。存じておりますわ、お父様。ならばラケル、お前はなぜ罪のない子供たちを人体実験に使った。何が目的だ。適合者でもない子供たちに変色因子を投与するなど人間の所業ではない。どうなんだラヘル。人間の所業ではない。すべておっしゃる通りですわね。この蛮行に正当な理由があるか。ええ、もちろん。すべては来たるべき晩餐の下ごしらえですわ。どうやら私の手には余る問題のようだ。よろしいよ、今からフェンリルの左門会へ報告しに行く。ラケル、願わくば明日までにもう少しマシな弁明を用意しておくように。ラケル、心配なさらないで、お姉様。この試練の準備はとっくに終わっていますの。では早速、お姉様、お人形、お借りしますわね。ようや、あいつの娘を訴える日が来るとは。なんだこれは。まさか荒神か。いや、これは。お姉様とお父様が作ってくれたお人形、とっても素敵ですわ。ちょっと遊んであげたら、私の言う通りに。ラケル、あなた、ごめんなさい、ごめんなさい、ラケル、ごめんなさい。全部私のせい、私が悪いの。ごめんなさい。お姉様、私もっともっといろんなお人形が欲しいのね。
シエルさんより作戦エリア内の荒波の情報を受信。こちらを皆さんに送信します。
消失。お疲れ様でした。任務完了。おっぱり楽しかったね。皆さん、警戒は怠らないでください。ヤスラグ戻ったらじゃ、そこだ。ヤスラグね、はい、勝手なことは許さん。ジュリウス！ジュリウス、この状況の説明を要求します。特に話すことはない。そのまま極東支部へ戻れ。いえ、帰りません。あなたのこの非道な行いは全て明るみに出します。極東支部フェンリル本部にも通告し、正式な抗議としてサテライト拠点の患者の人たちに。一生懸命だったあなた、嘘だったんですか？ブラッドのみんなや極東支部のみんなと一緒に頑張ってきたあなたを、自分を偽っていたのですか？もう一度だけ警告する。ここから。ジュリウス、どうしてあなたは私たち何も言ってくれないんですか？どうしてあなた一人で愛を渡するんですか？いいの、好きにする。どうせ止められもしない。フェンリル全ての戦力を用いた。そこから先、このフライヤーに一歩でも踏み込めば、お前たち命の保証はできない。以上。もう戻れないな。
サポート、効果の発動条件を満たしました。移動性能が一時上昇します。Okay.
悪かった。ごめんなさい。悪かった、悪かった。砕け散る。そこだ。ありがとう、ありがとう。すごいのさ。悪いな。ありがとう。そこだ。ありがとう。ありがとうよ、ありがとうよ、ありがとうよ。そこだ。人気兵を撃破しました。すぐに収容所に戻ります。みんな戻りました。じゃあとっとと逃げますよ。ユノも戻ってきて。待って、サツキ、まだ人がいる。アスナちゃん、ユノ後ろ。人気兵、ユノさん、人気兵はそこにいるんですか？ユノさん、私は無事です。この子を守ってみせます。ユノ無事？私は大丈夫。アスナちゃんを運んであげないと。わかった、すぐに人を呼ぶから。ダメ、ユノ、私黒種病に感染したかもしれない。だから。ユノちゃん感染したかどうかの確認は検査が必要です。今はとにかく戻りましょう。そうね、あなたのみんなありがとう。で、助けることできた。ユノ、ユノ、みんな早くユノを運んでください。急いで。